こんにちは、エリです。今日は4泊6日のハワイ旅行のパッキング動画を撮りたいと思います。アメリカンツーリスタのスーツケースにしました。カラフルな色のスーツケースを探してて、このアメリカンツーリスタのスーツケースのカラーがもう全部絶妙にめちゃくちゃ可愛くて、黄色とか緑とかピンクとかこういうポップ系の色が多かったので、ちょっとこういうあのスーツケースとかこう出てくるじゃないですか。あの時に目立つ色が良かったんで、ちょっと今回は真っピンクにピーナー 75EXP ルックオープニングコーラム75センチのピンクです。結構動画で伝わりにくいけどめちゃくちゃでかいんですよ。で今日はこの、旅行4泊6日の旅行で、どういうのが入ってるのか中身を紹介したいと思います。そしてはい、グリちゃん、はい、グリちゃんもお披露目してます。なんかね、パカンって開ける系じゃなく、こういうランドセルっぽい感じ、なんてここだけ開ける場所がここだけで、表面だけでこんな感じでパッカーン。明日から旅行で、もう中身は結構全部入れていってるので一個ずつ紹介したいと思います。あ、これは飛行機。なんか結構今回3COINSで揃えたものが多くて、めちゃくちゃ入るこのお洋服ケースなんですけど、もう形がぐちゃぐちゃ、まだ全部入れきってないから、もうとにかくめちゃめちゃ入る、こんだけ入る。これも全部3COINSで買いました。こんな感じ、ハワイだからめっちゃアロハの服を入れてます。しかもサイズも自分で調整できるので、3段階ぐらい調整できるので、ちょっと小さめに、この1泊とか国内旅行だったら多分ここのサイズだけで良さそうで、海外旅行なら余裕で1週間ぐらい入るそう。これを今回は、洋服はこの袋にしました。これも 3COINSで買いました。じゃーん。これはなんか結構旅行ついて、まずなんかスキンケアとかずらずらって並べるのが結構大変じゃないですか。それをもうそのままその洗面台のホックにかけられるっぽくて、これポンって、だからいちいち一式並べなくてもそのままかけられるんで、これもめっちゃ便利。全部300円です。これも 3COINSで購入しました。いろいろ全部ミニサイズのアメニティセットをここに入れて、まあ海外のシャンプーで結構ギシギシになることが多いから、結構こういうサンプルなのも全部入れてます。これめっちゃ便利。ほんまは全部紫で統一したかったんですけど、多分夏休みシーズンに買ったから、トラベルセットが 3COINSほとんど売り切れてて、全部同じ色で揃えることができなかった。じゃーん、これも 3COINSで買いました。これは全部下着入れ、こんな感じで、しかも結構ね、厚さがこんだけあって、余裕で4日分ぐらいは入ります。こんだけ全部靴下も入れてます。これも紫が良かったけど、この色しかなかったです。あともう一個 3COINSシリーズは、じゃーん、これだけ紫、パスポートケースです。まだ入れてないんですけど、これは機内持ち込みにします。こんな感じでここにパスポート入れて、なんかチケット系とか大切な書類系はここに入れられます。結構パスポートとかそのまま入れたら怖いから、こういうのにちゃんと収めようと思います。あとはもう結構バラバラで、キャップとかはこういうなんかバッグ買った時についてくるこういうポーチか、こういうのを全部洋服入れにしようと思ってしてます。もうなんかいろんなブランドのポーチが、こういうの全部いろいろ入れていきます。今回はこれにキャップを持っていきます。2個ぐらいかな、キャップは。めっちゃ深い、ほらめっちゃ深いの、だからめちゃめちゃいろいろ入る。あと、じゃあこれ最近ユニクロで買った UV カットしてくれる
真っ赤。ハワイは日差しがやばいんで、これで日焼け対策をしたいと思います。ハワイは水着、なんかこの前アロハシャツ買った時にこういうバッグつけてもらったんで、これこのまま水着バッグにしようかなって思って、水着は2着だけにします。ピッセなんて呼ぶのの水着にしました。見て、結構ポップで可愛くない？こんな色味です。おへそ隠れるぐらいのパンツ。これをハワイらしくない？あとこれは去年着てた水着、ティードレスっていうところの水着です。自分が大好きな真緑ので、これでリボンを、肩にリボンがあるんで結んでお腹まで隠れるタイプの水着です。こんな感じ。あと絶対必需品、これも持っていってます。なんかスニーカーももっとちゃんとスニーカーとかケースに買ったらよかったけど、普通の袋に詰めて靴は持っていきます。じゃん、小物系はこんな感じで、結構ポーチとかがあるんで、こっちは何入れてたっけな、マスクを入れてます。上はアクセサリー類、あ、これも3コインズで買いました。ミニにところになんかピンとかアクセサリー類をここに詰めてます。ジャラジャラと、なんかこのサイズ感がめっちゃ可愛かったんで3コインズでこれを買いました。あとサングラスは絶対、これニットっていうブランドです。これも持っていきます。で、こっち側には電圧器でも、なんかエイたちが泊まるホテルは日本ノイド行けるっぽいんですけど、不安だから一応持っていきます。日本旅行中は便秘になり気味なので、もう好きなものしか食べないから野菜食べなくなって便秘になり気味なので、これは野菜として補ってくれるので青粒の旅行用を持ってきてます。ホテルで寝れなかったら嫌なので、このミグリズのアイマスクもスーツケースに入れます。これは機内でも持っていきます。中身がこんな感じで結構深いです。しっかりと入って、ここにも、あ、ここヘアアイロンを入れました。で、閉じたら